音楽。ああ、よし。はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。レオスです。昔1年前ぐらいの僕に対する動画です。昔の僕、140キロの僕は、いろんなことがあって140キロになりました。簡単に言うと、いろいろね、病気もして、入院もして、入退院もして、で、怪我がね、結構深刻で、いろんな怪我があったんですけど、正直言ってね、それでもね、運動ができなくても食事制限で痩せようと思って痩せれたと思うんですよ、あの時の僕も。あの時の僕は、本当食事制限する気もなく、諦めたんですよ、いろいろとね。もう人生にもう、本当に俺って運悪いなって。病気してもすぐまた病気してみたいな感じだったんですけど、本当に1年前の俺に言いたい。確かにお前は病気で大変だったかもしんないけど、他にもやれることあったなって。言い訳じゃないですか、正直。うん。僕の病気の場合ですよ。他の人は違います。僕に対することですかね。うん。俺を見たときに、言い訳してる部分はないのかって俺に言いたい。うん。言い訳することによってね、誰が一番かわいそうかって、言い訳する人が一番もったいないんですよ。せっかくの可能性があると思います。言い訳する人にも絶対に。例えば、言い訳することによって、自分の可能性を潰してしまうんですよね。僕だって誰か80の前、自分のことはもう本当死んだ方がいいなぐらいの気持ちでした。本当に。別に俺生きてる価値ないなって。けどやっぱり、ダイエットしてって、ちょっとずつ痩せてったら、みんなから頑張って痩せてるねとか、で、今はもう僕みたいに、痩せたいですとかっていう、リュウバスさん頑張ってるから僕も頑張りますって、こう言ってくれる人もいるんですよ。こう言われた時本当嬉しくて、昔の僕はこんなこと多分思わなかったと思います、本当に。でそういうね、なんか、いろんな可能性があるんです、誰だって人は。もう僕は昔可能性ないと思ったんですけど、僕に。そうやってね、その可能性を潰すのが言い訳だと思うんですよ。だから、やっぱり人間みんな同じじゃないです、本当に。こう言っちゃあれだけど、もともと体が不自由な人だっている。で、健康的な人だっている。みんながみんな同じ状況なわけないです。だから、人を言い訳してあの人は才能があるからとか、あの人は何々だからって言いたい気持ちわかる。うん。俺に言ってるからね、これ。うん。わかるよ。俺もその気持ち。けど、その言い訳することによって、自分の、ね、可能性を潰してるって考えたら、これほどもったいないことはないなって、俺は思う。だからね、1年前の俺を見てたら、お前にもチャンスがあるかもしれない。だから、気づいた時がチャンスだから。うん、人間やろうと思った時こそ、からが、いつでもチャンスだと思う。俺は本当に。何歳でも。うん、だから、気づいたら頑張ろう。絶対にやれる。そして、やったら後悔しない。本当に。諦めず頑張れば。それを信じてる。俺自身。だから、俺には頑張ってほしい。昔の自分に、お前あれ、本当にこれがお前の全力だったのかって。あの時の僕は、正直メンタルがもう崩壊したんで、結構落ちたんですけど、いろいろね、待って。これお湯で話すんですけど、あれ、けどそれでもやれることはあったなって思うんですよ。本当に。うん。全力、それがお前の全力かって、今の俺に言ったら、いや、全力じゃない、俺はやれるって言うと思うんですよ。あの時の俺なんで。あの時の俺っていうか、俺なら。今俺はそう言いたい自分に、お前の全力はそんなもんかって。お前は、ね、いかに自分が大変な状況でも、多分俺に、お前の全力こんなもんなのって、俺に言ったら多分俺はね、いや、お前舐めんなって言ってくると思う。そう、だから俺は、昔に思ったら俺にそう言いたい。お前の全力こんなもんなのかって。お前、そこで終わっていいのかって言いたい。そしたら多分俺ね、火がつくと思う。俺の中で。うん。やれると思う。っていうね、自分に話したいっていうところです。ただ、なんか全然面白くない話でごめんなさいですね。単純にその自分に頑張ってほしいっていう、自分での動画です。筋トレ頑張ってって、諦めず頑張ります。だからできれば一緒に頑張ってほしいです。これからも一緒に頑張りましょう。じゃあまたね、バイバーイ。